さあ、マッチングしました。ポムポムさん、お願いします。相手の手持ちが、ムーマージュじゃねえわ。違う。ごめんなさい。名前、もうわかんないで。ガブ、ラウドボン、カイル、サフゴ。いいんじゃないでしょうかね。これは、まあ、そしてね、もう、ペリッパーから、もう、いきなりから、でも良さげかなと思いますんで行きます。で、鉄の神戸がガブより早いので、まあ、そこをしっかりと、まあ、活かしていければいいのかなと。鉄の武人には抜かれてるんで、鉄の武人に対して、まあ、グレンアルマを、まあ、ちょっとぶん投げて、行かなきゃいけないのか、難しいところだけど、行く。まあ、でも、全員特殊オールになるな。別に特殊オールになっていいのか。いや、だったらやっぱカジリガメじゃない？ロックブラストで、まあ、カイリューぶち抜けるしね。さあ、お願いします。うわ、鉄の武人だ。まあ、ちょっとペリッパ HP 振ってるんで、一応ムーンホー耐えるっきり。なにこれ？どっち？基本素早さだよね。S が高まる。しかもよく考えたらこいつ暴風抜群じゃね？思ったけど。で、暴風打てば嫌じゃん。叩き落とす。ああ、でもそれはもう湿った今発動しちゃってるから意味ねえんだよな。暴風をかましていく。こちら。まあこんなやつはかもよ。海流。どうしよう。ゴテトンボ行きます、ここ。さあ、海流がメガ進化をかましていく。竜舞されたらきついかもな、ちょっと。テラスノーマル。ただこいつ物理特化なんで、神速飛ばされても一応耐えるけど、まあ多分ここさすが神速打たないと思うんで、リュウマイで来ると思います。神速来る。いや、この火力やばい。ただペリッパーあれなんですよ、物理特化なんですよ。で、ビーシス特殊相当あるんで、それでこんだけあるってことは、まあ間違いの勝ち負けだな、これ。これ、鉄の神戸耐えるか？本当にギリって感じかもしんない。こいつの勝ち負け神速。で、ここ、テラスタル、飛行暴風で、カイリュー、多分ワンパンのはずです。ワンパンです。ちょうど、この、後手トンボで相手のもうマルチスケール、かじてきてるんで。さあ、鉄の神戸を、すべてを粉砕してみせろ。しかも雨降ってるから、必中っていう。絶対足巻きだ。多分赤ゲージまで行くんじゃないこれ。いや、マジかよ。もうおかしい、こいつ。お前のせいでおもろないねん。ただ、そんな面白くないやつも、このメガネテラスにかかれば、ワンパンなんですね。いやー、なんだ、この大味なバトルは。羽ばたく神、やっべ、抜かれてる。おい、どうすんだよ、これ。いや、でも、カジリガメいるから大丈夫か。雨のターンちゅうのは、あと全然5ターンあるな。まあ、これ、神戸はもう切るしかないんで切りましょうか。まあ、下手に潰せないっていう状況が偉いかもしれない。これ、相手、助けだよな。で、こいつは、助けだった場合は、いや、カジリガメ、こいつ、シェルアーマーなんだけど。カジリガメシェルアーマーなんだけど、これスイスじゃなかったんだけど、どういうこと？あれ、俺こいつスイスだと思ってた。ムホ、あ、じゃあ助けた。耐えるでしょ。危ねえ。さあ、しかし耐えさえすれば空やぶから、あとはロックブラストでぶち抜けるか。いけるよね、これロックブラで。多分2回でいけるぞ、弾だから。さあ、カジリガメここ外すなよ、マジで。当ててくれよ。多分当てれさえすれば2回でいけるはず。ロックブラいきます。オッケー、一発、オッケー、ありがとうございました。皆さん、これが鉄の神戸による海流狩りコーナーです。どうも、モコと申します。今回は鉄の神戸というパラドックスポケモン、未来のポケモンを使っていきます。こだわりメガネを持っているので、まあ、テラスタル飛行を切ってメガネ暴風みたいな感じでも最大火力を、まあ、突き詰めていくという感じです。まあ、これで、まあ、天然で受けられたりとか、まあ、多少の、まあ、タイプ相性をある程度、まあ、度外視して立ち回ることができます。もちろん命中が不安定ではあるんですけども、そこもこの、ペリッパー、
というポケモンで、まあ、雨降らしから雨を降らすことによって暴風の命中率を必中に変えていく。そしてこいつ自体が、トンボ返りで、まあ、後手トンボで対面操作をして鉄の鉱尾を出していくといった動きもできるので、まあ、非常に相性がいいのかなと思って、今回この鉄の鉱尾を、しっかり使っていこうなと思っております。では早速ランクマッチの方やっていきましょう。さあマッチングしました。コウタさんよろしくお願いします。相手の手持ちが偉大な牙、そして羽ばたく神、海流、ちょっといるね、カバルドン、そしてドドゲ山からのヘイラッシャー。まあ、しかも名前がコウタスみたいだから、まあ、おそらく古代活性で、まあ、自動的にね火力が上がっていくんじゃないでしょうか、相手のポケモンのね。そしたらここはもう俺もペリッペリッパーを初手に投げていきたいんですけれども、いやもう投げていくか。でもうカバルドンで天候変えられたら、まあ速攻で誰かに変えていき、いやもうなんなら初手カバルドンピンポで読んでいきなり鉄の神戸行ってもいいんじゃない、いきなりでベリッパー裏から行って、その場合ちょっとあれだな、開幕から羽ばたく神が来た場合、まあ、何もかもが終わっていくんじゃないのかなと。はばかみ、まあ、はばかみか。かじがめ戦法じゃない？ちょ、ちゃんとスイスに変えました、今回。いや、そうだな、もうしょうがないな、これは。カバルドン来い。うえぇ、海流からどういうことだ、これ。初手に海流来るケースってめったにないんだけどね。悪い、これペリッパーで受けます。あ、多分殴る意味ない。返しで受ける技の方が痛い、これ。ペリッパーがぶつとかなんで受けれるはず。さあ、雨降らしから。ああ、リュウマイか。まあ、リュウマイは全然問題、ない。冷や水、冷や水、冷や水で。リュウマイをクソ積まれていく。まあ、冷や水アンコールされてもいい。まあ、今の環境の回であんまアンコールいないっぽいっすけどね。これでも、ひたすらに攻撃を溶かす。ひたすらに溶かす。アンコール。いや、それむしろありがたいわ。これはありがたいと言えるな。羽休め。いや、これあと1個羽休めだったら、飛行テラス確定かな。竜梅を死ぬほど積むつもりだね、これね。いいよ、やらいいじゃないか、好きなだけよ。この竜舞って技はよ。羽休め来そうなタイミングで、ちょっとかじり紙ね、ボコ替えするわ、これ。アンコール溶けた。なんなら今か。まあ、アンコ連打はないだろうけどな。羽休め来た、オッケー。ってことはもうテラス飛行確定です。これ。テラ飛行確定。で、相手は竜舞を死ぬほど積んでるけど、冷や水のせいで溶けてるんで。うわー、どうしよう。4段階上昇でしょ。で、カジリガメって、水水と雨で、ちょっと倍増の切り方違うんですよ。だから、もう神速ないのももう、あれだから、もうこれ、ここ、カライブでいいわ。ここ、カライブで次のターン抜けるはず。要は能力上昇の5段階上昇って 3.5 倍なのね。で、スイスイカラヤブっていうのは、カラヤブで上がった素早さをさらに2乗するから、要は4倍なんですよ、これ。2段階じゃなくて。だから、まあ、元々の素早さ数値もあるけど、倍率的にカジリガメの方が上なんで、これ。なんで、ここ、上、取れるはずです。いや、テラス切ってくれ、絶対飛行でしょ、これ。もう多分俺の勝ちだ、これ。絶対抜ける。これ抜けるはず。うん、だよね。そこで飛行だよね。これマジで俺、抜ける。俺のこの、神の計算力で。はい、抜いてる。オッケー。もう一発。ゲイエーで、ちょうど雨が終わるから、残りのやつを鉄の神戸で装置しよっか。で、海流しばいて、玉ダメも入る。まあ、なんならカジリガメで、まあ、全抜きもありやけどね。耐久面が脆いのと、まあ、スカー持ちとかに上から縛かれちゃうんで。いやー、ヘイラー無理だ。オッケー。結局ヘイラッシャーで無理になるのは分かっていた。そしたらもう一発ここペリッパーを、ボン投げして、ここですよ皆さん。こっから鉄の神戸のマジで腕の見せ所。
アネフラシ、うっとじわるは効かない。さあトンボ返りしていこうかね。ちょっと初手になっちゃうのはきついよね。まあもう平ラッシュの素早さが遅すぎるからこれはどうしようもない。ただもちろん鉄の神戸もしっかりと飛行タイプなんで、あー首ーちょっとめんどくさいそれしかもこれ守るされたらきちいな。ちょっとこれペリッパーであれかもしんない、ひたすら暴風打つかもしんない。後手トンボができないっていうのがこの時ちょっと痛いんですよね。あくび連打、まあでもこのあくび連打を相手が繰り返してる以上はもう TOD で俺が勝つんで、わかんねえな。ここトンボ行って守るとかされたらめんどくさいのか。とはいえちょっとこれウェーブタックル雨で食らっちゃうとワンチャン危ないんですよ。いや別に食らってもいいや、多分耐えるし。いや守り、どくせえなこのクソヘイラー。いやじっくり行こう、もうガザン有利だから。まずは安定行動でいいんだよ。このヘイラーしたら絶対ペリッパー突破できないから、普通にここトンボ連打でいいよ。しかも結局ここ相手だってもう、あーヘイラッシャー引っ込める、偉大な牙。あー大丈夫かこれ。こいつもだってノーマル、あれだもん、格闘だもんな。いや、トンボ連打でいいはず。はたき、オッケー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 。ぬるい。湿ったいはもう問題ない。目を覚ますさ。神の目覚めだ。そして偉大な牙、お前は仮に助けを持ったとしても、このトンボ狩りでおしまいだ。皆様、お待たせしました。鉄の神戸、覚醒タイムです。アメターン、あと何ターンだ ?2 ターンぐらいあるよね。二ターン、ちょうど二ターンある。さあ、殺戮章の始まりだ。と思ったけど、ここテラス飛行まだ切らなくていいかもしんない。偉大な牙はもう、防具で確定だから、撃ちます。引っ込めた。まあ、どの道平らしたが二角。守るかな?テラス切ってよかったか。いや、D だけ、これ。ってことは、どの道二角だ。しかも混乱が入ったから、これで、次暴風さらに打ち込んで、メガネ暴風でもう平らしたが HD も受けられないっていう、そんな状態、暴風連打。守るだね、これね。自滅した瞬間俺の勝ち。守られるか。どうしよっかな。もうちょっと安全に行くんだと、これ暴風の 70% を嫌うんだとしたら、もう一回ペリッパー行ってみたいな形でもいいかもしんない。ま、もう正直負け筋はあるから、その方がいいな。ひたすらこれもペリッパーで雨降らし続ける。まあ、暴風の 70% 当てれば勝ちなんですけど、でその後のあいつもいるんで勝ちるかも。いや、まあ、いや、まあ、まあ、いや、もうここも安全に行こう。安全。もうその安全。もう安全性を完全にもう、安全性をこう追求した公式だからこれ。ペリッパで雨降らしぶっかまして、混乱溶けてしまう、地割れを打っていく。これ地割れしかないのかもしかして。だったらもうサザン、だったら鉄道神戸でひたすらもうあれ暴風ではいいか。ここ暴風とじゃあペリッパ。地割れ連打。もうだいぶきつそうだな。いやでもポケモンっていうゲームは本当に有利な時こそ冷静にいかないと、ちょっとした例えばここで俺が羽休め下手に打ってヘイラッシュの地割れ直撃しました、で守るでなんか暴風発したりで結局ヘイラッシュ突破できないってなって負ける可能性全然あるから、もう本当慎重にいった方がいい。もう一回じゃん、もう鉄の神戸いっちゃえばもう。で守る、なんかここであくびきそう、また守るか。じゃあもう、このダラダラした試合、俺が完璧に終わらしに行きます。テラスタル暴風だ。こいつのメガネテラスタル暴風は、まあ、HP が1削られた耐久ぶり返りだったり、ガブリアスを余裕でワンパンする。
まさに壊滅的な火力。ブオフだ。ずっしゃり、みっしゃり、ずっしゃりみっしゃり。これなんか高速スピンとかでなんか積まれたりしない？大丈夫だよね。もう暴風打つかも。当たるんだよね、結局ね。最後は。はい、ありがとうございました。普通にヘイラシタ一匹になんかまくられかけたからな。やっぱこういうもう、とてつもない、特に飛行タイプって無効タイプがないから通りがいいんで、ヘイラシタプラス裏の何かに通りがいいんですよね。そこの火力を底上げすることによって、こう、もう受けられなくしていくっていう。さあ、マッチングしました。ステルさんお願いします。相手の手持ち、あ、しかも相手もペリッパーだ。いや、これさ、俺ペリッパー温存してもいいかもしんないな。多分イルカマン軸でしょ、これ。イルカマンペリッパー。いや、でも結局、いや、待って、イルカマン。いや、相手のイルカマン受けるためにペリッパー必要だ、これ。うわー、ダリエ。初手イルカマンだったらもう鉄の神戸で上取ってしばけるんで、で、俺もペリッパー入れるわ。ってなってくると、鉄のカイナとかいうバカが、いや、まあ、バカって言ったら失礼だけど、きついので、砂の毛皮かな。いや、いや違う、グレーアルマだ。これ、タスキ持ちも入れとこ、一応。さあ、お願いします。多分、イルカマン来んじゃねえか。あれ鉄の神戸やったんか。俺なんか気づかなかった。え、どうしやね、俺普通にサザンドラかと思った、これ。鉄の神戸ペリ。いや、まさかのミラー対決ってこと？うわぁ、怖え。相手もブーストエナジーじゃないんだよな。え、じゃあなんだ、スカーフか？え、どうする？いや、でも俺ここ引きたくない。まずは拳で語り合いたい。いや、男の暴風行くかも、これ。男暴風かましたよ、俺。行くわ。うわ、抜いた！しかも、行った、頼む、頼む、倒せ！よいしょ、方が違うんだよね、君の鉄の神戸とは。いや、鉄のカイナ来ちゃうか。みんな色違いじゃん。またメガネなの余裕でバレたと思うんですよ。ワンチャン照らせたらもう辞さない覚悟なんじゃないか、相手は。ってなるともうこれ鉄の神戸切ってもいいかもな。グレンアルマのタスキを大事にした方がいいか。それか、いや、ペリッパを切るか。もうイルカマンがこんなんかでできてないってことはイルカマンじゃないですよ。イルカマン、イルカマンペリッパのギミックじゃないはずなんですよね。多分ここテラスダウン切るんじゃない？切らないんだ。直帰だじゃん。直帰で耐える自信があるからこそドレーパン。裏ドラパカアーマーガーだな。いや、これマジで冷静に行かないと、普通に負けるからね。これ、テラスタルペリッパーに切ってもいいよな。ペリッパーでうまくいなしていこう。何今の。ちょっとテラスタルの演出かっこよくなかった、主人公の。ジョジョ立ちみたいな。まあこれやっとけば基本的にこのなんかクリームパンみたいな見た目のやつには負けないんで、さあ冷や水を打って、うわやっぱ硬いね。A 下げて、紙パンをしんがり受けていく。こうなってくると相手は多分交換を辞さない覚悟で来ると思うから、あ、交換へだ。いや、神戸ミラー勝さん嬉しいよ、あざした。うわ、何この。何この感じ。この感じやだな。サタンさんのパーティー、これめちゃくちゃウケるだ。さあ、お願い。うわ、巨人4か。ちょっと待って、ここ巨人4をこれ。頼む、もう何も、目つぶって、なんか、え、オッケー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 、いやー最近増えてる巨人はね、鉄の神戸で倒せるんですよ、皆さん。だから、まあもう、しょうがない。ただ、もうここで明らかな数的有利取れたから、しかも、銅まで入ってるってことは、これ、ハピニャスいねえんじゃねえか。ちょっとこっからマジ慎重に行こうぜ。慎重に行こうぜっつっても、裏がめちゃくちゃきつい。ま、一旦茨に変えるか。いや、茨の方が価値低いな、これ。
どうする。毒毒か。さすがにこの組み合わせの銅って貯水じゃないよな。天然だと思うから、まあもう茨城下手したら切るぐらいの感じでも、全部半減だもん。見てこのひどい感じ。ごめん、このガンプ見られなかった。ここコベだった。あ、結構入るでも。うわ、ここ鉄のコベ一回いっとけよかった。いや、もう、いや、じゃあいいや。もう鉄の茨城に出しから、うん、オッケー。もう茨よく仕事してくれたんで、ここで、ぐっしりとかじりがめちゃんいっちゃおっかな。これで貯水やったら俺ほんまにもう人間不死になるぞ。カラーブいきます。銅引いた。なんだ、もろばれるか。あー、ごめん、ヘイラだ。ごめんごめんごめん、そいついるんだった。何この色違い、ヘイラしちゃうの、この真っ白な光当てすぎて白飛びしてる、なんかあの美容系 YouTuber みたい。女の、しょうがねえ。いや、もうこれね、テラサル防具だな。銅ですら受けきれない火力をちょっと見出していくしかないわ。ボディプレイ、あっと、しかしこれはサンドラじゃないので、当倍。サンドラだったらここ抜群だった。危ない。じゃあ行こうか、もう。ここ悪の波動とかいう弱気な択は取りません。いや、もう、いや、そっちの方がいいのかな、これ。いや、だったらテラスいらねえんだよな。ただ、鍵地神に水テラス切ることって絶対なくて。いや、もうこれはもう全て暴風に託す。お、交換しない、マジで、え、交換しないの。じゃあ、いけるかも。当たればいけるかも。いや、ここ暴風打ってよかった。頼む、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 頼む。しかも、テラス飛行を切ると、ボディープレイも一度軽減できる。頼む、当てて、お願い。そうだ、いけ、いけ。とりあえず守るみたいなのが、本当に鬱陶しいんだよな。ただヘイラッシャーは何が強いって、やっぱその守るとかを全然入れるだけのスペースがあるんだよな。まあ変えてくる。いや、だからもうこの銅、まあでも、ガンプの入り方的に銅絶対にもう HB じゃないから、HB じゃないってことは HD だから、頼む、当てて、お願い。あ、当たる、いや、これ、いけるかも。多分いける。いける。あ、いける、次当たれば。しかもこれもいた。てか、なんならこれ、さっきのダメージなくても受かってなくない？え、何これ、あ、食べ越しか。あ、グドライドを拾う。鉄の神戸一匹で受けループも破壊できるわ、これ。ああ、しかもやっぱタイプ1防風ってのがいい。これがやっぱサザンにはできないゲート。これもう防風レンダーになんのかな。あ、ええ、あ、あ、お、おほほほほほ。頼む。いや、一旦かじり亀で引いて悪の波動でもよかったのか。いや、でも。まあでも牙でこらさらたらどうしようね。いや、かじりがめ、まだわかんない。でもまだこのロックブラストがある、俺にはめちゃくちゃ硬い。2回しかも。逆に言ったらでもストーンエッジなんかでワンチャンあるな。うわ、ボリプレ、うん、これは見た、みんな。うわ、油断。いや、でも油断とは言うけどよ。でも結局メガネ防風打たなきゃダメだよ、あれ。頼む、5回当たって、なんか、しかも、全部口の中入って、なんか気絶しろ。この岩全部口の中に入れ。で、喉詰まれ。頼む、動けなくなれ。
さあマッチングしました。相手の方が海竜ガブリエスドドゲザンミズロトム、そして羽ばたく神からの、モノバレルということでございましてですね、まあこれはまあ非常にまあいい感じのパーティーなので、どうしようかな。ムーマージがねちょっと本当だるいんですけど、まあペリッパーから行って鉄のコベから行って裏カジガメ出しとくか。なんかね電気ポケモンをこの辺でちょっといなすっていう考えしてると、電気地面とか電気水って持ってた場合に結局全員弱点使われるんですよ。なんで受けるっていう考えしない方がいいかもしれないこれ。さあお願いします。うわガブリエスが来たー。これガブ何していくんだろう。俺もう本当に行くよ。俺マジで、俺マジぶっ込むけどいい、こっから俺マジぶっ込むからね、俺ぶち込むよ本当に。ガブはちょうどあの抜けるんですよね、鉄の神戸で。まあそれを生かしてもいいし、何初手テラスって、これどうしよう。テラス電気とかだったらほんと発狂するわ。やめろそういうくだらねえテラスタイプは。フェアリー、霊美読みかな、霊美読みで、しかも裏がもう氷技がきついみたいな感じ。激凛勝ち負きですねこれ。八角、うん、これ八角です。皆さんこれ八角ちゅうことはスカーフでもない、ステレも巻かれなかった。状況としてはこれかなり良くない。で鉄の神戸を裏からぶん投げて、じゃあ俺もおめえの望み通り行ってやら防具。ムブリガブリアス、テラスタル、テラスタル飛行メガネ防具、しかも雨降ってるんで格殺必中。これで耐久調査されて耐えられてやられるみたいな。さあ上からいけるんですねガブのテラス防風で持っていく。この火力ですよ皆さん。タイプ1の元威力110の技をサザンドラが打てますか。あ打てるわ、あいつ流線があるから。ただいやでもドドゲさんか、いやドドゲさんが来たんだったらよ、来たんだったら、開会来たんだったら、ペリッパーもっぱつ行っちゃって、いや、これね、暴風でゴリ押していいと思うわ。その後にペリッパーに変えよう。直帰ですかね、さすがにこれ。ズオゲザン。ああ、何このクソみたいな火力。おもんな。何この面白くないの。じゃあ一旦鉄の神戸引いて、ペリッパーぶん投げて、土下座連打か。ちょっとやばいかも。したら、かじりがめさん行ってですね、上からアクアブレイカー。これ、格殺です。土下座引っ込めた。うわなんだよ、何が来るんだ、ちょけえな、こいつな、絶対。モロバレル、いや、モロバレルだったら勝ちか。まず、そもそもこの、玉アクアブレイクで、来ないなまでに耐えてくる、来ない耐える、相手悩んでんな。いや、しかし、アイスピンの通る。いや、これどうだ、耐えられるかな。いや、勝てよ、おめえ、まじ。独特だ。よかった、キノコの胞子じゃなくて。うわ、でももう、奴の不意打ち圏内に入ってしまうんじゃないか。まさかこの俺が負けるのか。そんなことあってはならないに決まってるじゃないか、アクアブレイク。いや、これもうほんと不意打ちされるかどうかだな。不意打ちするかどうかだ。いや、耐える、さすがに。カジリガメの B 取得値は高い。もうテラスタもないでないでな。ただこいつの火力。いやー、そうだでしょうか。そっか。いや、行くぞ、俺は。食いち来る。カジリガメ、ドドゲザン、強すぎて思んないんじゃ、お前は。アホ。ほんと、このポケモンがいなかったら世の中の鉄のゴベはもっと幸せに暮らせるんだ。もうこいつのせいや。こうなんは、おい、お前がいなければ、お前さえいなければ、鉄の神戸の
使用率はもっと上やったんや。反省しろ、ほんま。存在が罪なんじゃ、お前は。でもまだ、メガネなんかバレてないことあるか、これ、ワンちゃん。メガネなんかバレてない可能性ある、これ。あ、悩んでるってことは、多分メガネなんかカンマされてない。テラスタル飛行でガブが持ってかれたと思ってる。え、嘘、マジで、え、やったふいうちが来なかった。はい、マッチングしました。トシヤさんお願いします。相手の手持ちがミズロトム、なんだっけやつ、マリルリマスカーニャ、羽ばたく神、そしてサーフ号カイリューという感じになっておりまして、まぁ、あ、ちょっと羽ばたく神がいる時点で結構きついんですよね。ってなってくるとやな、砂の毛皮はマリルリのアクジェが死んで、もうこれペリッパ初手でいいんちゃうか。で、鉄の神戸、確定出ししていって、ラストやっぱこれね、もうカジリガメでぶち抜くしかないですわ。羽ばたく神とかは、まあ、マリルリがちょっとキスなんねんけどな、その場合マリルリって結局こいつはみんなしんどいんで、カジリガメかなこれ。さあお願いします。ロットムからか。そうだ、よく考えたらそらロトムだ。だって俺のポケモンみんな電気抜群なんだもん。まあでも皆さん、こういう時のためにですね、ペリッパーのテラスタル草があります。そう、テラスタル草、これが大事なんですよ。これで電気技の一環をシャットアウトすることによって鉄の鉱部の通りを良くしていく。ボールチェーン、これ相手のボールチェーンの交換先見てからいけるんで、まあもうそこに合わせて重くそ鉄の神戸ぶん投げていくわ。さあ何が来るのかな。ボールチェーンが当たるからタスキとかは剥がせる。羽ばたく神か。いや、何、どっち上がるこれ。素早さ、これどうなんだ。さすがにカジリガメ抜かれてんな。カラヤブ打った方が、もうどうせ一発殴られんねやったら、もうカラヤブ打ち得なんで、カラヤブは打っていいはず。スイスイカラヤブで羽ばたく神抜けてる。どうせここ抜けへんやろ。うん、オッケー。いい耐久力だ。さあカジリガメ、にしてみろお前の真の力を。まあ、しかもこれタスキ剥がす、まあ、タスキじゃ、もうタスキじゃねえのあれだから、六ブラ打たなくて良さげだな。アクアブレイクで行くと見せかけて、いやアクアブレイクでいいわ。どう考えてもロトム交換が来てもこれアクブレ、アクブレ玉、しかもカラヤブ雨アクブレでしょ。下手したらロトムすらワンパンかも。まあ、どうせ海流来て神速でしばかれる未来が見えるけどな。もうかいただもう引くわけにいかないね。ロックブラストいきましょう。テラスタルか。ノーマルだ。頼む。まあ、頼むっつっても心臓来るけど、これ。問題は、ペリッパーで受けれるかどうかだな、これ。ペリッパーの物理耐久でどうにかいなせないか。ハチマキやったら、もうって感じだね。ただ、一発は耐えると思うが、どうやろう。ハチマキやったら無理か。嫌水。あ、考えてる。うわ、8番じゃない。耐える。だ、耐えた。だったら羽根ネスメ打ちたかったな。いや、これ切らない。ロトもいる時点でもう、あれや。ここは、A 下げてるから、激凛に対して後出しして、半分入る。まあもうこれもどのみち、よし、こんなヒーター。
ワンチャンここで暴風やな。気合玉もあるか。うわ、これ気合玉打ったろか。外したら死ぬけど。多分メガネ暴風だけじゃ無理なんですよ。照らしたら飛行まで入ればいけんねんけど。しかもロトモトの一貫性もある。外れるという可能性を度外視すれば、これを打つ以外ない。うわ、だって、行く。よし、あとは。まあ、これ、ペリッパー。残した意味あんまなくない。防風、最初防風打とうかなと思ってたからな。いや、ってなると、これもペリッパー切った意味が、あ、残した意味が出てきて、こだわり解除で悪の波動に変えれるんで、もうペリッパー上から縛かれるだけなんで、これもペリッパー切った悪の波動や。威力が、やっぱタイプ1の悪の波動がでかい。さあ、みんな、見せるぞ。鉄の神戸の、素晴らしき火力を。行くわ。ひるませる。絶対に。必ずぶち抜く。鉄の神戸。思えば、俺が初めてエリアゼロに入った時に、お前を見た時、びっくりしたよ。サザンドラが痩せて出てくるなんて思わにもしなかった。でもお前は、10年後、現代のサザンドラを改良して作られた、模倣して作られた、機械のポケモンだったんだな。最初は機械なんかに愛情を注げるなんかって思ったよ。でもそれは、時間が経つにつれ、違うんだなって分かったんだ。鉄の神戸、お前は、俺にとって今や、大事なポケモンの人だ。